ジェフリー・ロイラッシュはオーストラリア出身の俳優。1996年に社員でアカデミー主演団優勝を受賞。この時、オーストラリア人で最初の演技部門におけるオスカー受賞者となった。クイーンズランド州トゥーンバで生まれる。5歳の時に両親が離婚し、ブリスベンに移る。クイーンズランド大学に進学、俳優のメルギブソン在学中のルームメイトだった。 大学卒業後にロンドンで演劇を、パリでパントマイムを学ぶ。オーストラリアに帰国後、クイーンズランドシアターカンパニーに所属し、数多くの舞台に出演した。現在でも時々舞台に立っている。1981年に映画デビュー。1996年に社員でピアニストのデイビッド・ヘルフゴットを演じ、アカデミー主演男優賞を受賞。この時、 オーストラリア人で最初の演技部門におけるオスカー受賞者となった。2004年にライフ・イズ・コメディ、ピーター・セラーズの愛し方で喜劇俳優ピーター・セラーズを演じエミー賞主演男優賞を受賞。さらに2009年には舞台品種の王での演技によりトニー賞主演男優賞を受賞しアカデミー賞、エミー賞、トニー賞3賞の受賞者を意味する。 トリプルクラウン・オブ・アクティングの一員となった。基本的に大作、娯楽作、文芸作品関係なく様々な映画に出演するが、大作などでは脇役を演じることが多く、逆に文芸作品では主役を張ることが多い。近年では、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのヘクター・バルボス役で知られる。2012年。 芸術活動に対する長年の貢献が評価され、オーストラリアン・オブ・ザ・ヤーを受賞した。俳優で同賞を受賞するのは、ロバート・ヘルプマン、ポール・ホーガン以来3人目。現在はオーストラリア・メルボルンに住んでいる。1988年にオーストラリア人の女優、ジェイン・メネラウスと結婚。1992年に長女が、1995年に長男が誕生している。 吹き替えは主に、ジョー・ハルヒコが担当している。ありがとうございます。